皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2018年公開の、サスペリア。現代、サスペリア。監督はルカ・ガダニーノ。脚本はデビッド・カイガニック。主な出演は、ダコタ・ジョンソン、ティルダ・スウィントン、クロエ・グレース・モレッツ、など。1977年、アメリカからベルリンの世界的舞踊団への入団を目指すスージーは、オーディションでカリスマ振付師マダム・ブランの目に留まる。彼女は次回公演の代役に抜擢されるが、その周囲では、ダンサーたちが次々と行方知れずになる。というストーリー。1977年の同名作品のリメイク。全体的に暗くて不気味な雰囲気だし、終盤はかなりいっちゃってるので、評価が分かれそう。ただ芸術性と残虐性が同居した独特な映像が印象に残るのは間違いない。特にスージーとシンクロしたオルガの不気味なダンスシーンのビジュアルはトラウマもの。ということで、評価は。Thumbs up.